洋楽はちょっと今日演奏しないでくださいと言われることがあると思うんですけど、はい、な急に今怖くなっちゃった龍さん、その音楽の権利のことっていうと、なんかまずどんなイメージあります？音楽ってどんな権利があるかっていうと、やっぱりまあジャスラックさんがやっぱり一番最初に頭には来るんですけど、作詞とか作曲の権利っていうのが、うん、まあやっぱ硬いなっていうイメージは結構ある。あ、まあね、まあ権利って言っちゃうとね、硬い。うん、例えばね、さっき宇治さんおっしゃった YouTube、 例えば自分でチャンネル簡単にできるし、うん、そこでこうやって演奏することも、でもそれも実はある種使用料というものが自分のね、うん、チャンネルで、まあ、見てくれた人数に応じて再生回数に応じて入ってくるけれど、それとともにそこで自分の曲を流すと実はその権利というものもいただけるっていうのは知ってた？ですね、広告費っていうのだけはこう僕もなんとなく知ってるんですけど、りょうくんって曲っていう定義はどういうふうに考えてますか？正直何でも曲になるかって言われると難しいんですけど、なんかやっぱりメロディーがあるものなのかなとか思ったり、なんかある程度の小節数はないと曲にならないのかなとか。まあね、ジャスラック的には曲の定義ってどうなってるんですか？これ曲じゃないって追い返したことってあるんですか、過去に？ジャスラックはそういうジャッジはしてないですね。しない。著作権法では思想または感情を創作的に表現したもの、うんうん、でまあ、音楽とかはまあその代表格として例示されてる状況なので、まあ、何小節以上なきゃダメだとか、うん、何秒以上なきゃダメだとか、もうそういう条件は全くないですね、うん、で、はい、ちなみにリオさん今オリジナル曲って何曲お持ちという？そうですね、5曲ぐらいは今リリースさせていただいてますね。ちょっと私調べてきたんです、はい、ありがとうございますありがとうございます。リオさんがはい、アルバムリオというのが最新のものだと思うんですけど、はい、4曲オリジナル曲がありまして、はい、これはもうジャスラックのデータベースに登録されている、うん、音楽出版社さんがついていられると思いますので、はい、音楽出版社さんから作品届をいただいて、うん、ジャスラックで管理させていただいているという状況です、はい、あれ、もう1曲があるんですよね、うん、おそらくそれが I Around というアルバムの中のオリジナル曲1曲、Around という、はい、自作曲として公開リリースしてるのに、ね、ジャスラックのところには情報は行ってない。アップルミュージックでも聞けたんですけども、ジャスラックのデータベースは全くちょっと見当たらなかったそれはチューブラリーになってるという状況？チューブラリーというか、まあリオさんが自分で管理されてるっていう認識ですね、我々としては。あ、ですから誰かが使った時に、許諾を出すのはリオさんご本人と。全部やらなきゃいけないんです、世界中くまなく。アップルミュージックさんから、まあ、どの曲を何回配信したかというデータをいただいてるんですけど、うん、でその中からジャスラックの管理楽曲が何回再生されているかというのをチェックして、でその再生回数分分けて分配するという形なんですけど、うん、ですからもうそこにリオさんの、分というのはその1曲分ですね、そのアラウンドの分は使用料にも含まれていないから分配もできないと、うんうん、うん、ほらリオさんいただいてない分判明あらららららら。で、その曲をどうすればいいかというと、うん、ジャスラックに登録していただく、うん、ということになりますので、うん、まあ、音楽出版社さんと契約されて音楽出版社さんから登録いただくか、もしくはもうリオさんご本人がジャスラックと契約をいただいて、そうすると直接作品届をご提出いただきますので、うん、アラウンドリオという形でご登録いただくと。質問みたいのっていうのはさらにないかね。そうですよね、はい、今それこそオリジナル曲についての権利についていろいろお話ししていただいたんですけど、うん、逆に今度僕が
その誰かの自作曲をカバーしてこう演奏したりだとか録音したり、そういう時に注意するべきこととかっていうのを教えていただけたらなと思います。重要だ。じゃあ、まあ、リオさんの曲、オリジナル曲が誰かにカバーされる場合に、うん、リオさんが何ができるかっていう形でご説明したいと思います、うん、で、あの嫌なアレンジってありませんか？なんか自分がオリジナル曲を作って、いやそれはちょっとっていうそれはないだろうみたいな、メロディーどこ行っちゃったんだろうみたいな、ないじゃんみたいな、ご本人があの 嫌な改変、勝手にはされないっていう権利がありますので、うん、カバーとかアレンジをされる際には、著作者の方に許可を取りいただくっていうのが、アレンジの許可を取りいただく、カバーの許可を取りいただくっていうのが一番、うん、大事なことかなと思います、うん、でこれはまあ、ジャスラックがその許可をリオさんだったらこう思うと思いますってジャスラックがジャッジできないので、うん、で結局ジャスラック管理楽曲だとしても、松さん、このこういう人から連絡がしたいって言われてるんで、連絡先を伝えていいですかっていうような、つなぎをおつなぎをして、直接ご回答いただくと。でこれが、まあ、例えば海外のアーティストの曲とかってなってくると、そこでうまく連絡がつかなくて返事が返ってこなかったりっていうこともあるかと思います。ただ、もう一点なんですけど、音楽の方が、まあ、やっぱりその連絡がつきやすいっていうことと、あとその映像で使うときに、カバーの映像を配信するときなどに関してはハードルが低いっていう点がありまして、ジャスラックはその映像に音楽を使うっていうことに関しても一定の料金で許可をお出ししているので、うんうん、もう差し値で払ってくださいとかっていうことを言われることがないんですけれども、うん、基本的には、海外の曲ですと、そこが差し値で録音の使用料を払ってくださいっていうことになります。ものすごい怖いよね、その差し値って。そうか、ね、言った値段を払わなきゃいけないっていう、定価じゃない、そういうことなんです、ね、1億払ってと言ったら1億払わなきゃいけないんですから、うん、もしかしたらリオさんが出演されるコンサートを配信するっていう時に、うん、はい、その配信を行う事業者さんの方から、もう今日はその動画を見逃し配信もありで、後で配信するんで、うん、洋楽はちょっと今日演奏しないでくださいって言われることがあると思うんですけど、はい、それはいくらかかるかわからないから、あらかじめその手間とかリスクを避けようということで、洋楽は演奏をしないでくださいっていう時があると思います。これアーティストにね聞いてね、いやうち全然いいよって言ったらね、マネージャーもいいじゃないって言ったら、その現場持ってる人は全然違ってたで何千万全然来たって、そういうこともありますけど、あれ生配信の時だけはいいけど、後でアーカイブ出す時だけカットするみたいなのもあるんですけど、そうですね、まさにその生配信であれば、うん、映像と音楽を、まあ、同期させて固定していないという扱いになって、その録音の使用料、洋楽の場合は差し値と申し上げた不要なんですね。そういうことか。ライブ配信のみで終わるんであれば、うん、まあ、固定はされないという扱いで、うん、その使用料は不要になります。録音ではないということですね。あなたの大切な曲を守る楽曲存在証明サービス、ケンドリックス。ケンドリックスはブロックチェーンに自身の楽曲データを記録することで、盗作や本人になりすまして動画サイトへアップするなど、著作権トラブル防止につながります。さらに著作権信託契約を結んでジャスラックに楽曲管理を委託すれば、著作権使用料の受け取りが可能に。ケンドリックスを使えば、これらすべて誰でも無料で利用ができます。すべての音楽クリエイターがクリエーションエコシステムに参画できる世界へ。ケンドリックス。このケンドリックスはジャスラックのまさにメンバーでなくても、うん、ね、簡単にその音源をドラッグアンドドロップするだけで、うん、で、これは断月何日に私が作りましたよという権利をブロックチェーンを使って世界に向かって担保できる。さらにジャスラックのメンバーにもケンドリックスから
なることができるんですよね、いよいよ。そうですね、すごいな。これすごいことですよ。だって、うん、僕らの時代からジャスラックのメンバーになるのにやっぱ数万円まず お支払いしました、私も、ね、はい、はい、戸籍謄本を取り寄せていただいたり、うん、印鑑証明書を確認させていただいたりっていうことがあったんですけども、うん、まあ、それも運転免許証とかマイナンバーカードを、うん、まあ、スマホで撮影していただいて、はい、セルフィーを写していただくと、うん、まあ、それで身元確認してくれるサービスがありますので、うん、それで確認をさせていただいて、素晴らしい、オンラインで契約申し込みできるという。壊したよね、これ。思いっきり敷居がこう、こなんかゼロベースになったんじゃない？この。ありがとうございます。はい、皆さん、今日はここに楽器が2つありますよね。ま、や実際やっちゃおうよこれ。まさに今日お二人で曲をここで作って即興演奏していただいて、それを後でケンドリックスに登録なんていうですね、素敵な画期的これ、でこれないですよね。じゃあ早速演奏の方よろしくお願いします。イエイ、行ってみよう。嬉しい、やばい番組になってきましたね。やばいですね。この今の即興の、うん、じゃあこの曲も、うん、じゃあ後で2人で曲名を相談し合っていただいて、うん、あと大事なね、うん、あの 何パーセントずつとかね、ちょっと取り決めをして、うん、もうそしたらもう速攻ケンドリックスに登録しちゃってください。はい、そんなことができるケンドリックスですけどね、まあ、こういう風にジャズラックもここまで進化してきて、すごいわ、うん、ねえ、うん、これからじゃあ亮さん、まず話を聞いてきて、はい、今後の音楽業界はどんな風に進化してほしいななんて思ってますかね。
やっぱり音楽好きな人っていうのがどんどん今僕の世代でやっぱ増えてきてて、だからこそこうやって権利のことをねもっと簡単にみんなが知れるようになれば、自分で音楽を作りたいっていう人がねどんどん増えて、ミュージシャンが増えていって、そういう人たちとね僕もいっぱい絡んでいきたいなと思ってるので、そういう風に広がっていってくれたら嬉しいなと思います。間違いない、うん、TikTok 一つにしろね、今や音楽は聴くだけじゃなくてどんどんみんながやる時代だもん ね、 うん、そういうところにしっかり権利を担保できたらと思います、はい、宇治さんいかがですか、うん、あのね、あの2年ぐらい前から、まあ、その一昨年 の、 あのシンセフェスタのところでももうすでに話題になったんだけど、はい、ネット上での音楽の権利っていうところで、まあ、あのいろんな著名人の方集めてトークセッションをやって、はい、まあ、さっき言葉で、ね、いろいろ出たブロックチェーンとか NFT とかね、はい、そういった話になってて、でもまだまだ先だよなって、どこでするんだろう仮想通貨どのこと、ちょっとどうなのっていうことも思ったんだけど、今日の話聞いてね、うん、まさにそういうことじゃないですか。そういうことですね。これが最新の技術を、最新の技術で、うん、しかもものすごい敷居の低い形で、こういったことが現実化になって、しかも権利がしっかりと担保された、はい、技術の中でそれが行われるっていう、はい、これはねまさにフューチャーですよ。そうですね。これからのミュージシャンはこれ絶対にちゃんと意識しないとダメです、うん、権利というもの、はいはい、それがしっかりしっかりと担保されるということは、しかも敷居がこんだけ低い状態でできるっていうのは、もうみんなに広げたいですね、はい、やっぱね、はい、と思いました。嬉しいお言葉、うん、2人からいただきました。ケンドリックスはね、そんな音楽のリアルなフューチャー、うん、これからを作るきっかけになればと思ってます、うん、まさにそうだわ、はい、うん、ぜひぜひ皆さんも、この番組をきっかけにケンドリックス、そして音楽の権利のこれからに興味を持ってもらえたらと思います。今日は長い時間ありがとうございました。宇治江さん、リオさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。